皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中立数学、今回は対頂角について説明します。ではこちら見てください。2つの直線が交わるとき、このように交わっていますよね。角 A と角 C、 角 A と角 C ですね。そして角 B と角 D、 角 B と角 D ですね。このように向かい合った2つの角、これを対頂角と言います、ね、対頂角、そのように言います。じゃあ括弧2のように3つの線が交わっている時、これ対頂角どうやって見つければいいんでしょう。角 A の対頂角はと書いてありますよね。角 A というのはここですね。じゃあここの角を作っているのはこの線とこの線ですね。じゃあこの2つの線以外の部分を消してしまいましょう。こうやって消してしまうと A と向き合っているのは D だと分かりますから、角 A の対頂角は角 D、 このように見つけることができます。皆さんは実際に問題を解くとき、テストのときなど、余分な線を手でこうやって隠してみれば対頂角簡単に見つかります。括弧3番、角 C の対頂角ですね。角 C というのはここですよね。ここを作っている線はこの線とこの線です。これ以外の線を消してしまうとここなくなりますよね。そうすると角 C と向かい合っているのは角 F、このように対頂角を見つけることができます。そして対頂角は角度が等しいんです。ではこの図を使って角度が等しいことを、ね、説明してみたいですね。直線 L と M がこのように交わっています。この図では角 A と角 C、 こことここが対頂角にあたりますね。直線 L でこの A から B まで角 A と角 B を足したら180度になります。ということは角 A は180度から角 B を引いた大きさですね。今度は、B と C、 こちら M を使ってね、こちらの大きさで、今度 C を表してみたいと思います。角 B と角 C を足したら同じようにここからここまでですから180度です。だったら角 C は180度から角 B、 これを引いた大きさになりますね。こちらを丸1番、こちらを丸2番とすると角 A イコール180引く角 B、角 C イコール180度引く角 B という同じ式になりましたね。つまり対頂角の角 A と角 C 等しい大きさになるということがこれでわかるわけです。ではこれをもとにして括弧4番、角 X と角 Y の大きさを求めてみましょう。丸1番、このように2直線が交わっていて X と60度、対頂角です。対頂角は等しいので角 X は60度と、これがわかりますね。丸2番、このように2つの直線が交わっています。角度が出ているのはここ125度です。これ125度の対頂角は角 Y ですから、まず角 Y が125度と、こうわかります。では角 X は、ここからここまでは180度ですから、180度から125度を引けば、X の大きさ出ます。
180-125 答えは55度、角 X は55度、このように求めることができました。今回は対頂角について説明しました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。